ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキは外交工事になるのですか、それとも建築工事ですか。一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキ工事がエクステリア工事になるのか、それとも建築工事になるのか、時々お客様の方からご質問があるんですけれども、ウッドデッキですね、屋根をつけないタイプのウッドデッキだとエクステリア工事に該当すると思います。そして例えばウッドデッキに屋根をつけて柱を立てるようなタイプのお部屋になるようなタイプですね、この写真にも先ほどありましたサンルームのようなタイプだと建築工事に該当してきます。というのは建築をするにあたって確認申請というお役所の方に申請をする必要があったり、またそういった手続きを踏まなければならないというところで分かれています。うちの方では建築工事でもエクステリア工事でもどちらでも行えますので安心してください。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル0120-041-301、お電話お待ちしております。